はい、どうもです。今回はですね、こちら、ブダイっていう食材ですね。はい、ということで今日はですね、なんとですね、このブダイのフライ、本日からですね、ついに、漁師の夜明けネットショップにて販売開始でございます。ということでですね、もう散々マサルチャンネルでね、動画で出してきましたこのブダイなんですけども、フライがめちゃくちゃうまくて、もうずっと、とにかくまずブダイのフライをネットショップで販売できるようにしようと思ってね、いろいろ紆余曲折があったんですけども、ちなみにね、商品開発4ヶ月かかりました。この状態なら売れるわっていうレベルまで上げるのにすごい時間がかかったんですけども、皆さんね、ぜひ概要欄から購入してみてください。ということで今日はですね、こちらのブダイをですね、実際にフライにしていこうかなと。思います。その前にですね、こちらセリで落としてきましたんで、セリの映像からご覧ください。はい、こんな感じで島ではたくさんの魚が水揚げされています。今日はキハダマグロがたくさんいますね。今日買う魚を品定めしています。今回の狙いはこのブダイたちです。こんな感じで仲買人が値段を上げて魚の値段が決まっていきます。マサルももちろん仲買の資格を持っているので魚を購入していってます。なぜか不機嫌な顔をしていますね。はい、というわけでフライを購入しました。ということで今回はね、こちらをフライにしていこうと思います。では家に帰りましょう。今日はですね、3種類のブダイをね、購入してきましたんで、早速観察していきましょう。はい、こちらがブダイたちですね。ちなみに島にはね、ブダイが10種類くらいいます。で、このブダイ、めちゃくちゃ色鮮やかなブダイなんですけども、このブダイがですね、色ブダイっていうブダイのオスの個体になります。見た目はね、こんな感じでめちゃくちゃカラフルです。で、ちなみにね、このブダイ、青いのがオスで、メスは赤いんですけど、こいつね、やばい。だいたい5匹ぐらいね、メス連れて泳いでる。マジでリア充。そしてこちらが南洋ブダイですね。ほとんどの人はブダイ全部一緒に見えると思うんですけど、このブダイがですね、最も高級なブダイでね、最も味がいいと言われております。そしてこいつ、この黄色いのもブダイですね。このブダイはヒブダイって名前ですね。で、なんかこの辺黒っぽくなったりするんですけど、多分ね、これね、イカと一緒に取ってクーラーボックス入れたんだと思います。イカの炭がついてますね。で、今回用意した3種類以外にもいろんなブダイがいるんですけども、ブダイのフライにはですね、いろんな種類のね、ブダイが入ってきます。味の違いとかもね、楽しんでもらえたら面白いんじゃないかなと思います。はい、ということで早速調理していきましょう。はい、それでは鱗を落としていくんですけども、2つのね、落とし方でいきましょうか。まずはすき引きから。すき引き、うわ、包丁が切れない。包丁が切れない場合は下にキッチンペーパーを敷くといいでしょう。これね、やっぱりね、魚を固定できるかどうかって魚のさばきやすさが全然変わってくる。もうシンプルに、こんな感じでね、包丁使うとね、一瞬で取れます。手でもね、剥げます。こんな感じで、でこれ手で行くときにめちゃめちゃ楽にする方法があって、魚のこう鱗と皮の結合部とか骨と骨の結合部って結構ね、しっかりくっついてるんですけど、火に弱いんですよ。すぐに外れるようになります。なんでお湯をかけてね、取りましょうか。それではお湯を作っていきましょう。セット。じゃあ沸くまで待っていきましょう。ちょっと皆さん、ここでね、マサルの悩みを聞いてください。とカメラ上に向けますね。雨漏りしてます。雨漏りしてます。え、家賃2万ってめっちゃ安いってみんな思うじゃん。ちゃんと雨漏りしてるから。はい、沸いてきました。 OK でしょう。100度になる必要はない。もうここでいい。はい、そしたら熱湯をかけていきます。はい、というわけで熱湯をかけたんですけども、そうするとこんな感じでボロボロとね、手で剥がせるようになります。これほぼ全ての魚にね、応用できます。ただ表面に火が通ってしまうんで、刺身では食えなくなりますね。ほら、もう取れました。こんな感じで超簡単に取れます。はい、あとは早送りでいきましょう。はい、それでは鱗落とし終わったんで頭を落としていきましょう。では頭を落としていきましょう。本当に包丁切れない。ちなみにブダイはですね、諸説あるんですけども、ブサイクなタイだからブダイっていう名前になってるという説がね、あります。
なんでそんなブサイクなんやと言いますと、魚の顔はですね、結構食べ物の構造に由来してるんですよ。ほらこれ見て、歯、これのくちばしみたいな歯をしてるんですけど、これでですね、サンゴを噛み砕いて食べてるんですね。サンゴを噛み砕いて、かつね、ここにもね、咽頭歯っていうサンゴをすりつぶす歯があるんですけど、もう大体ね、ブダイってね、サンゴ食べてるこういう顔になっちゃうんですよね。そしてですね、この立派な肝なんですけど、これね、怖くてまだ僕食べたことないんですけど、美味しいって言って食べてる人がね、時々います。もしかしたら美味しいのかもしれません。次、ヒブダイ。南国の方はですね、砂浜がすごい綺麗だと思うんですけども、あの砂浜はですね、サンゴ粉々になってできてるんですけども、そのサンゴを粉々にしてるのこいつらです。ブダイですね。はい、まあ、つまりですね、あれはサンゴの粉々になったものでありながら、ブダイのうんこでもあるという、はい、あまり知りたくなかった情報ですね。沖縄とかにね、彼女と旅行に行った際はですね、あれブダイのうんこなんだよとね、皆さん言ってあげてください。はい、ちょっと別れることになるかもしれませんけども、ブダイの腸をきれいにきれいにやっていくと、砂浜の砂みたいなのになっていくんですよね。昔やったことあるんですけども、今日は骨格が剥がれそうなんでやめておきます。それでは3枚に下ろしていきます。まず皮に切り込みを入れて背骨を目指す。そしたら反対側ですね。鱗が取れてないですね。背骨を外していく。そしたら反対側行きましょう。はい、OK。 ブダイだけさばき慣れてるな。よっしゃ。ちなみに南洋ブダイすごく高いんですけど、なんで高いのかは謎です。南洋ブダイが一番美味しいとは僕は思わないんですよ。ブダイの中で一番うまいなと思うのは色ブダイのメスですね。はい、今日はいません。今までね、こういう背骨とかアラとか捨ててたんですけど、前千年代のアラを売ったら一瞬で売り切れて、もしかしてみんな釜とか頭とかアラ好きな可能性ある。コメント欄で反応が良かったらアラも売ります。次や、次3匹いますから、今日は早くやっていきましょう。急がないと。イロブダイのこのオスも結構奇抜な見た目してるんですけど、かなり美味しいんですよ。普段マサルの動画に上がらないのはなぜかと言いますと、警戒心がめちゃくちゃ高いからです。なかなかつけないんですね。こいつやっぱ身綺麗やな。多分ね、みんなね、魚さばきやった時にここ外すのが一番むずいと思うんだけど、身割れて大丈夫ならこんな感じで割ると外しやすいです。次は別の下ろし方やってみましょうか。背骨から、背骨じゃねえ、背中側から包丁を入れて、で、真ん中まで行って、ここの腹骨を切ります。で、そのまま、このまま奥に、くそ、硬い、うまくいかなかった。まあ、こんな感じでね、外すこともできます。はい、そしたら腹骨を落としていきます。そしたら骨抜きをしていきます。はい、これが骨ですね。結構ね、ブダイの骨でかいです。あー抜けね、諦めた。あ、抜けないんで諦めました。やっぱ100均の骨抜きじゃダメですね。高い骨抜き買わないと。骨が抜けないんだったら、こうやって切ればいいんです。はい、ようやくね、柵になりました。そろそろもうマジで早くフライ食べたくなってきた。ちなみに、みんな多分そんなに値段の相場感のイメージないと思うんですけど、沖縄の市場とかで買ったこの3匹で1万5000円ぐらいします。結構高いんですよ。そんな高級食材をですね、ふんだんに使ってフライにしていきましょう。
それでは大量にブダイのフライが出来上がりました。はい、それではフライの用意をしていきましょう。小麦、ピンピンのパン粉、よし、やっていきましょうか。俺がしっかりしないだけで工場のはしっかりしてるんで皆さん安心してください。じゃあフライ作っていきましょう。まず小麦、卵で、次パン粉、あとこれ揚げていくだけですね。そしたらこれをひたすら繰り返していく。はい、それでは次ですね、フライの激うまの食い方を皆さん紹介します。まあよくやってるんですけども、準備するものはこちらです。玉ねぎ、ゆで卵、マヨネーズ、この3種類だけです。じゃあさばいていきましょう。でまず玉ねぎを切って傷んでるね。市販のタルタルでもいいんですけど、市販のタルタルはですね、あんま玉ねぎが美味しくないんで、自分で作る方が確実にうまいです。3倍ぐらいうまいです。でタルタルは簡単に作れるんでね、皆さんぜひ挑戦してみてください。まず玉ねぎの皮を剥いたらみじん切りにしていきます。半分に切ってこうですね。こうやってみじん切りしていきます。そしたらこのみじん切りした玉ねぎをですね、ボウルに入れていきましょう。ほんまはなんですけど、水に垂らして辛みを取った方が美味しいです。でもめんどくさいんで皆さんやらなくていいです。で、ゆで卵を剥いていきます。卵をぶち込みます。はい、この卵をね、ほぐしてください。もうフォークでいいです。これね、適当でいいです。でかかったら食感が良くなるし、ちっちゃかったら味をよく感じることができます。どっちでもいいです。で、そしたら次、ラスト、マヨネーズ、マヨネーズをぶち込んでいく。タルタルソースはね、もうマジ何にでも合うんで、作れば作るだけ家庭の料理が1段階レベルが上がります。はい、こんぐらい大量に作っていいでしょう。これでタルタルは完成しました。オリーブとか入れても美味しいんですけど、これでもね、十分美味しい。はい、それでは油をぶち込んでいきます。着火。はい、それでは入れていきましょう。熱っ熱っ、火強すぎやろ。いやー、あとは待つだけなんですけども、ちょっと下半身がすごいことになっております。待って、これ無駄になるかもしれん。これをお前に授けよう。めっちゃ嫌そう。そしたらこの上にタルタルを乗っけていきます。うわ、うまそう。ほんまにブダイのフライはタルタルが一番合うと思う。はい、それでは完成しました。いただきます。でもこれ絶対うまいでしょ。いただきます。めっちゃうめえな、これ。やっぱちょっとみんなも食べてみてほしいんだけど。食べたい。やった。待って、二人とも棒読みすぎない？じゃあいただきます。どうぞどうぞ。いただきます。めっちゃうまい。めっちゃうまいっすよね。うまい。うん、まえうま、おいしい。純粋においしい。めっちゃおいしいです。サクサクや。待って、関西弁になってない？関西弁だったっけ？うますぎて関西弁になってるよ。もう一個食べたい。ぜひぜひ。普通めちゃめちゃ美味しい。めちゃめちゃうまいっすよね。今まで食った一番うまい。マジっすか。めっちゃうまいっすよね。あの見た目からは想像つかないっすよ。美味しい。で、こっからですね、実際にできた商品どうやって調理したらいいんやっていうところをね、見せようかなと思います。はい、ということで皆さん、念願の商品が完成しました。あー、うるさかったな、ちょっと近すぎた。今回できたね、ブダイのフライ紹介させてください。じゃあ見せるよ。こちらです。はい、こちらですね。めっちゃおしゃれじゃない？シンプルなね、黒のデザインで、それに金色で文字を入れてるんですよ。で、この中にね、ブダイのフライが入ってきます。じゃあオープンしますよ。はい、こんな感じでブダイのフライがね、入ってます。まあ、やっぱ一口サイズが食べやすいかなと思う。一口サイズでね、イメージさせてもらいましたけど、結構デカめになってるよね。俺の手と比べても結構デカいよね。で、実際の皆さんの手に届くときはですね、リーフレットがね、この中入ってきます。はい、ということでね、こちらの商品、なんとお値段
2180円となっております。いやまあ皆さん分かります、 YouTuber 価格載ってないみたいな、言いたいことは分かるんですけど、今回ですね、本当に YouTuber 価格とかも全くね、乗っけずに。で、内容量はね、200g です。あんまピンとこないと思うんですけど、大人1人で食べきろうとしたらちょっと量多くないぐらいの量で、まあ、2人前ぐらいでね、想定してもらったらちょうどいいかなと思います。で、多分ね、結構高いなと思った人ね、いると思うんですけど、皆さんよくよく考えてみてほしいんですけど、追い込み量か素潜り量ぐらいでしか取れなくて、素潜りでさ、水深10メーターまで一息で行って、もう息が持つか持たないかみたいなところまで、ギリギリまで息我慢して、ね、なんとか仕留めてるブダイですからね。深いところだと水深20メーターを超えるような場所まで行って、取ってきてるような魚なんですね。冷静に考えてやばくない？25メートルプール分さ、下にブワーって潜っていってさ、25メートルプール分もう一回上がってきてる。これ冷静にやばくない？で、こんなことされてようやく取れてる魚が安くていいわけないよね。僕の理念ですから。そもそもブダイって高級魚で、漁師の人からなるべく高く買えるようにしてるんで、僕が YouTuber としてお金を取ってるわけではなく、もう普通にこの値段。うん。高級品です。はい、ということでね。そんなプレゼンしてる場合じゃないよね。食べようか。はい、そしたらオープン。じゃあ揚げていきましょうか。そう、これ全部がね、つかないようにするのがすごく難しかったんですけど、くっついてないですね、今は。で、これ揚げて、170度の油で4分ですね。うわ、うまそうやな。はい、4分経ちました。はい、ということで完成しました。3匹さばいてからこれやるとめっちゃ楽やな。揚げるだけやん。ボリューム感はこんな感じですね。まあまあ多いよ。一人で食べるにはちょっと多いなぐらいの感じで、ここからですね、おすすめの食べ方なんですけども、で、今回ね、このフライなんですけども、かなり薄味に仕上げてあります。はい、なんでこのまま食べると味薄くねってなります。なんで皆さんで調味料かけてください。で、おすすめの食べ方ですよね。ブダイ本来の香りを楽しみたいなという方はですね、塩がおすすめです。塩で食べるとブダイの香りを感じることができます。まあ、今回10種類ぐらいのブダイが入ってるんですけども、一文字ブダイに当たった人はすごくいい匂いがすると思います。色ブダイに当たった人は何にも匂いを感じることができないはず。ブダイによって全然味が違います。はい、まあ魚の香りも一応楽しみたいけど、塩味って感じの人だと塩コショウですね。塩コショウをかけて食べてください。そしてですね、もうそんな香りなんかどうでもいい、フライとして食べたいという方はですね、とんかつソースか、そしてタルタルソースで食べてください。俺的にはタルタルソースで食うのが一番うまい。っていうかめちゃめちゃうまい。ちょっと食べてみようか。うん、やっぱめっちゃくちゃ激うまです。塩コショウでも食べてみようかな。塩コショウでもかけよう。食べてみます。うん、うわ、ふわな、うめえ。やっぱね、塩コショウやとブダイのね、魚の香りがね、しっかりしますね。魚苦手な人とかやったらちょっと嫌かもね。ちょっと大人な味です。そしてですね、深夜に見てる人いたらすみません、もうちょっと謝っときます。最近気づいた、とてつもないうまい料理があるんですよ。それ作りますわ。用意するのはこちらです。食パン、食パンを2枚焼いていきます。トースターがある方はトースターで焼いてください。僕はトースターないです。この箱もね、かなりこだわって作ったんで、食べた後この箱とか普通に使えますからね。はい、そしたらね、パンがいい感じに焼けました。で、このパンにですね、さっき作ってたタルタルを塗っていきます。これだけでね、美味しいんですけど、うわ、やべ、めっちゃ、うわ、唾出てきた。まずはここにブダイのフライを敷き詰めていきます。で、もう一丁ここにタルタルをぶち込んでいきます。これ焼いたパンじゃないとダメです。パンが焼いた後が美味しいんで。で、これで閉じ込めると。これを半分に切っていくと。切れた切れた。これよ、これ、これなんですよ。サンドイッチですよ。食べていい？待ちきれないんだけど。切らん方が良かったわ。こぼれるわ。でも、いただきます。マジか。これはね、なんか死ぬ前に食べてってほしい、みんな。
うん、うまっ。あーやばいね、やっぱうめえなこれ。一つ言うならパンが分厚い方が良かった。今俺6枚切りをね今回買ってきたんですけど、もっと分厚くていいわ。あれめっちゃうまい。ということで、ね、皆さんブダイフライ購入しましたらね、サンドイッチっていうかバーガーにすると呆れるほどうまいんよ。それをみんなに食べてみてほしい。皆さんね、買ったらぜひバーガー作ってみてください。バーガーの写真をインスタで僕にメンションしてストーリー出してくれたら全部僕のストーリーに載せますんで、作ったらね上げてみてください。で最後に一つ注意事項がありまして、ブダイはですね、取れ次第さばいてフライにして発送っていう流れなんで、3日後とか1週間後とかそんなすぐにはね届かないんで、その点だけご了承ください。あとですね、送料なんですけども、1個買っても2個買っても3個買っても4個買っても1500円なんで、まあ、買うんだったらまとめて買った方がお得となっております。はい、ということで、ようやく水産加工場で加工した食品を販売できる日が来ました。いや嬉しいね本当に。はい、ということでですね、流行る一品目ブダイフライ、皆さんぜひ概要欄からお買い求めください。最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは。